私のデイリースターニュースへの芸能界でイベントはあるとチャってる上ようこそ。HKT48 矢吹奈子が初の独立系センターで熊本公演で初新曲、アイハピャを発表。アイドルグループ HKT48 が7日、熊本県熊本キャッスルホール本堂で、HKT48 リブト2022ケラアンダーザスポットライトからの熊本公演を行います。矢吹奈子が15枚目のシングル、ビーチサンダルがなくなったのはなぜ?を発表。驚きとして初めて。4月8日、神奈川県横須賀アーツシアター大劇場を舞台に約3年ぶりのライブツアー、HKT48 リブト2022アンデアーザスポットライトが東京、愛知県帰国。HKT48、激しいダンスナンバーを駆使したパワフルなステージ展開から始まった熊本公演は、さらに LED モニターで装飾され、ライブに新たなステージングが加わりました。故郷であり、熊本市の親善大使でもある田中美久氏は、熊本の故郷です。田中、井桜里ちゃんと一緒に戻ってきて嬉しいです。と語った。同じく熊本県出身の田中井桜さんは、3年前に HKT48 に入社したばかりの九州ツアー熊本公演を振り返り、3年後の育ち方をお見せできます。できたらいいなと思います。と語った。ライブの途中で、先月4月24日に参加を決めたばかりの平均年齢 14.3 歳の6代目学生18名が登場します。大きな拍手で迎えられた第1ステージでは、レッスンを受けていた HKT48 とアイドルの王者が緊張した表情で無邪気に演奏した。アンコールでは、15枚目のシングル、なぜフリップフロップがなくなったのですか?6月22日発売が発表され、前回は5月1日の愛知公演で発表をたった1週間でサプライズショーとなりました。今回、初のシングルセンターとなる矢吹奈子は、初のシングルセンターとなるのでとても嬉しい、と笑顔で語った。初めて選ばれた今村麻里は、いつも応援してくれたファンの皆さん、ありがとうございました。一緒に把握できたセレクションだったと思います。一年ぶりに選考に戻った今村麻里もあまり報われなかったかもしれないが、諦めずに頑張ってよかったと叫んだ。この作品は2022年の夏に先駆けた夏の曲です。次回公演は6月10日に大阪府立国際会議場本堂グランドキューブ大阪で開催されます。四角フティーンスシングル、なぜビーチサンダルがなくなったの?選ばれたメンバー。石橋明、市村愛理、初選、今村麻里、雲上高裁、小田彩香、坂井萌香、武田智香、竹本久留美、田中美久、豊永明、松岡夏実、松岡花、本村青、矢吹奈子、中央、明里渡辺。